リンパを大成した尾形光琳の代表作の一つ、風神雷神図屏風。左には太鼓を叩き雷鳴を轟かせる雷神、右には袋から大風を吹かせる風神が視線を交差させて対峙するかのように描かれています。後年、同じくリンパの酒井抱一が屏風の裏に作品を加えました。それが夏秋草図屏風です。雷神の裏には雨に打たれた夏草を、風神の裏には風に吹かれた秋草を対比的に表現したと言われています。また風神雷神図が金箔なのに対し、夏秋草図は銀箔であるのも対比的ですね。気になった方はプロフィールからジャパンサーチにアクセス。ジャパンサーチのギャラリー、リンパもご覧ください。